ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG GT63S e パフォーマンス2023年式1050キロ、こちらの車両になります。はい、やってきました。はい、e パフォーマンス、はい、全然触れてこなかった車なんで初紹介ということですけども、ね。はい、だから2021年に e パフォーマンスが発表されて、22年に欧州の方で発売されている、ね、受注が開始されているということで、はい、かなり新しい車であるんですけど、うん、なんか最近フェイスリフトしたんですか。あ、そうなんですかね、みたいですね、うん、なんで本国の方だともう新しい顔のやつが出てるみたいなんですけど、はいはい、その辺の関係で多分今国内で受注が停止してるんですよね、うん、なんでホームページにも載ってなかったりだとかというわけで、そんなお車を今回ご紹介させていただきます。で、しかも今回の車これただの e パフォーマンスじゃないんですよね。はい、一番最初に入ってきたロットのファーストエディション、はい、そうですね、はい、これがあの僕いろいろネットで調べたんですけど詳細が出てこない、はい、謎のエディションで、よくよくいろいろ調べたらなんかこれ多分日本限定の、はい、ジャパンがやってる限定車じゃないかなということで、特にあの世界的な限定車と違って、まあ、日本の最初のロットに与えられたファーストエディションということで限定数が24台このカラーが、はい、ということでこれマットカラーなんですね。そうですね、これちょっとお手入れは困っちゃう感じですね、うん、ただ今回今年登録ですし距離も薄いということで、あのマットカラー特有の劣化はほとんど感じられないですね、うん、でやっぱりあの水洗いでもなんかだんだんツヤが出ちゃうとかっていうのをよく聞くんですけど、こういう角とかこの凹凸の部分なんかは割とこう劣化が進んじゃうということで、プロテクションフィルム、まあなるべく早めに貼っていただくのがいいんじゃないかなと。こんなボディカラーだと。そしてエクステリアに関しては e パフォーマンスだからといって特になんか変わってる感じはないですよね。大きく変わってる感じはしないですよね。で、今回の限定車はナイトパッケージとかもついてないんで、まあいわゆる前から見たら全然 e パフォーマンスって分かんない感じの、あの他のモデル共通性を持たせたこんな感じのフェースになってると。あと装備に関しては価格がびっくり価格じゃないですか。はい、そうですね、ほぼ全部ついてると思ってもらっていい、うん、そうですね、サポート関係だったりだとかアシスト系なんかもほぼ全部ついてる感じのこんなエクステリアになっております。そして早速横に回ってってもいいでしょうか。これホイールもあのエディションというか限定のホイールなんですかね。そうですね、はい、こちらの、うん、これバイカラーになってますよね、うん、天面がダイヤモンドカット、そして側面がこのガンメタの21インチのこちらのホイールが装着されています。この後紹介しますけどエンジンもびっくり出力ですからね。そうですね、まさかの1000ニュートン軽くオーバーという、とんでもエンジンが積まれているということで、こちらに見合ったダイヤホイールになっていると、うん、そして奥に見えるカーボンセラミック、こちらが標準ということで、あのこれ限定だからというわけじゃなくて e パフォーマンスだと漏れなくカーボンセラミックになるみたいですね。そうですね、はい、じゃあもう装着。あとはホイール汚れないのがやっぱいいかなと思って、うん、どっちかというと多分パフォーマンス向けのカーボンセラミックだと思うんですけれども、普段乗りであればこのホイールがやっぱりカーボンセラミック汚れないんで、その辺のメリットもあるかなと。あとは横に関しても特に黒いパーツとかなく、はい、なんか割と上品な感じ。そうですね、受けますよね、うん、なんかゴリゴリのなんか走りの車というよりかはちょっとエレガントさも感じる、こんな感じのエクステラになってると。そしてハイブリッドシステムの画像見たんですけど、リアにそうですねメインで積まれてるみたいです。でその影響でトランクに結構出っ張りがあったりだとかするんですけど、それがシステムがなんか90キロぐらいあるということでリアの重量がかなり変わってる。そしてリアのカーボンセラミック、ちょっとこれ他のと様子が違いますね。そうですね、キャリパーも違うの使ってますよね。違うよね、この対抗じゃないのか。いや片押し、片押しっすね。ただなんかちょっと大きい気がする。そうですね、うん、片押しにしてはかなり厳重な片押しのキャリパーで、ちゃんとカーボンセラミックカラーのこちらのゴールドになっていると。そしてあとはルーフ、サンルーフなんかも全部標準装備ということで、はいはい、この辺なんかついてない装備探そうが難しいですよね。そうですね、逆に。というわけでその辺なんかも全部ついております。そして後ろに回っていくと、後ろが唯一 e パフォーマンスって、まあ、e パフォーマンスだと一目瞭然だ分かるところかなと、はい。で当然エンブレムも変わってるんですけども、これフォントだったら一緒ですよね、うん、で赤くなってるんですね。ロゴの側面とこの S の中が赤くなってる。でいろいろ資料見たんですけど、あの環境性能だったりだとかなんかそういうことのハイブリッドじゃないらしいですよ、うん、パフォーマンス最優先のハイブリッドということで。そうですね、はい、特にこの GT はそうですね、はい、というわけでこの辺が現れてるのかな、うん、そしてあとはもう一個大きい特徴としては、ここが充電ポートなんですね、はい。でこれがあの電動とかじゃないんです、うん、なんと手動でパカッと開けると
ちょっとこれあの電動のギミック欲しくなかったですか、うん、まあそれよりもこの1ですよそうですね、もう1問題もあるのかなこれはちょっと目立ちすぎな気がします、うん、もうちょっと工夫して目立ちにくいところとかに行かなかったのかなと、うん、ただあの MG GT が出た当初は多分ハイブリッド検討されてたかどうかわかんないですけど、うん、多分なかったんじゃないかなということでここに充電ポートがついている。そしてこれ二重になってるんですよ蓋が、うん、この感じで、はい、で基本的に PHEV なんでガソリン運用ができるんですよね、はい、で充電が必要であれば充電をプラスでしてもらえる。だからどっか出先で充電するっていうのはもちろん可能なんですけども、おそらく自宅に帰られたら充電結構多いんじゃないかなということで、まあ、この辺ついてればなんか EV 走行でちょろっと走るようなのもできますし、まあ、自然に放電しちゃった走って放電しちゃったなんていうのも自宅で充電できるんで、まあ、その辺は現状の僕個人的にですよ最適解かなと、うん、で EV だとやっぱりいろんな制約出ちゃうじゃないですか。そうですね、はい、だハイブリッドだとやっぱり今の時代にマッチしてるかなと、こんな感じになってなんか特に今世界的にも EV ちょっと逆風になってるっていうかみたいですね、うん、なんかハイブリッドが結構勢いを取り戻してきてるみたいですよ、うん、ね、うん、なんでまあこの辺の装備も備わっております。そしてあとはこの辺はやっぱり63らしい4本出しのマフラーと、あとちょっとマット仕上げなんですかね。そうですね、このテールになっております。スタンカラーっぽいこんな感じになっております、はい、そして気になるサウンドの方はこの後聞いてみたいと思います、はい、続いて内装を見てみたいと思います。そしてこれソフトクローズも全部標準装備なんですね、はい、全ドア標準装備でございます。そして内装これかっこいいっすね、うん、これ動画でどこまで伝わるか分かんないですけど、そうですね、色が微妙な配色なんで、なん濃いめの紺とあと黒のコンビになってるんですか、うん、なんでシートだったりのこの表側というかはこのダイヤモンドステッチおなじみのやつのフルレザーで、この紺色かなり紺色も濃いめですね、うん、そしてダッシュボードに関しては青入ってないんですけど、その代わりステアリングが一番新しいタイプのこの通称トンボステアリングになってて、なんとグリップのところが同じ色の紺色のステアリングになっていると。そして全部パネル類はカーボンになっていると。そしてドアなんかも真ん中がこの紺色なんですね。でブルメスターなんかも当然ついております。でこれがファーストエディションの仕様ということで、これだいぶかっこいいっすね。そうですね、というわけでこんな感じのインテリアになっております。続いて乗ってみたいと思います。これスカーフプレートは意外に AMG のままなんですね、うん、この辺いいパフォーマンスとか入ると思いきや、 そして乗ってみると、まあ、基本的には他の AMG GT4 ドアと同じ構成だと思いますんで、車内の景色もおおよそ一緒かなと。でステアリング先ほど紺色になってますねって触れたんですけど、ここから下が紺色なんですね。意外にここって黒じゃないんですね。というわけでこんな感じの、まあ、多分表から見た時に青いハンドルここまでしちゃうと、まあ、青く見えちゃうんで、おそらくここ黒くなってんじゃないかなと思いますけど、こんな感じになって。そしてカーボンのパッケージということで、この辺なんかも全部カーボンになっております。そしてシートに関しても、まあ、おおよそ多分一緒だと思います。あのパフォーマンスのシートではないので、ある程度のコンフォート差は兼ね備えているかなと。で機能としてはベンチレーション、シートヒーター、まあ、あとはマッサージ、サポートのシートも全部ついております。そしてようにしましょう。これがめちゃかっこいいんですよね。今撮れたかな、はい、このオープニングが多分 e パフォーマンス専用のオープニングになってると思いますけど、そしてこの表示に関してはおおよそ他のと一緒かな。ただ微妙にバッテリーマークがついてたりだとか、はい、その辺のマークが追加されてるかな。そしてここに関しても飛ばしちゃいますけど、当然タッチパネル対応の、はい、こちらのモニターになってて細かく設定ができます。でいいパフォーマンスなんでエネルギーフロー画面もついてる。さすがあの価格帯に見合ったエネルギーフロー画面でございます。そしてこの辺トルクがこの後紹介しますけど、とんでもトルクなんで、この辺なんかも全部表示できると。そして当然インディビジュアルでダイナミックセレクト細かく設定もできますので、この辺ミッションダイナミックサスペンションエンジンサウンドもできるようになってます。そしてこの辺なんかもおなじみ V8 デザインのこんな感じの、はい、フォーメーションになっております。そして相変わらずパーキングがめっちゃ押しづらいシフト、この辺も一緒じゃないかなと思います。そしてコンソールの中はこんな感じで USB はタイプ C になってますね。
タイプ C が1系統こんな感じでついております。ペダル関係も他のモデルと一緒じゃないかな、大きく変わらないです。マットかっこいいっすね。だいぶ縁がこの紺色になってる、はい、これも多分セットのエディションのマットだと思います。そして先ほど入れたサンルーフはこんな感じで、はい、まあ、車のこの天井の比率から言ったら結構大きめのサンルーフがこんな感じでついております。続いて、はい、後席も見てみたいと思います。はい、じゃあ後席は私が、はい、問題の後席ですねそうですね、はい、でまず乗り込むのがちょっと大変そうに見えるんですが、やっぱりちょっと狭いですね。まあ、この辺はでも変わってないですもんね、うん、ただ大きく変わってるところといえばこのセンターのコンソールがついたんですか。はい、4座になってますね。4人乗りです。ちょっと狭さがアップしてるかなって感じしました。そしてそこの装備的なものを紹介してもらってもいいでしょうか。はい、なんと前側にディスプレイがついてるということで。そうですね、はい、後ろのディスプレイで、あーちゃんとオープニング付きなんですね、うん、その EV 状態なんかもここでなるほどモニタリングできるみたいですね。ちょっともう必要かどうかは派手なマークです、ね、後ろでこれを見る必要があるのかっていうのありますけどね、はい、ただこれもうだからセダンじゃなくて本当にスポーツカーで4人乗れて、うん、そうですね、後ろのドアもついてるっていう感覚ですよね多分、はい、そしてリアも全部カップホルダーには、はい、あ、保冷と保温がついてると、クーラーとホットとクールと、なるほど。ちょっとこの車のスペックでいうとジュース飲んでる暇があるのかなっていう感じがしますけど、はい、そんなのもついてる。 GT の前 の、 このパフォーマンスシートじゃないじゃないこれ、はい、それと似たような感じの、このシートと全く似たような感じ、確かに座り心地だけどやっぱり頭上は私で拳1個ちょうど1個ぐらい。月村さんが身長173です。3ですね。なのでそれ以上大きい方だとちょっと窮屈かなと、ね、でまあ、天井はブルメスターが、はい、そしてシートヒーターだけついてるんですよね。シートヒーターだけですねリア、はい、で僕も先ほど座らせていただきましたけどちょっとタイトさあるかなと、うん、あと背中の押し出しが強いかな。そうですね、こんな感じの後席になっております、はい、続いてトランク見てみたいと思います、はい、この辺も他のと一緒ですもんね、はい、フル電動のこのリアゲートと、ここハイブリッドシステムが出っ張ってる関係でかなり段差がどのくらいですか、うん、20センチはないですけど多分15センチぐらいの高さのある段差ができてるかな。かゴルフバッグきつくなったかなっていう印象は、そうですね、正直あるかな、ね、うん、ただ変わらずシートは倒せるんですもんね、はい、はい、64で倒せるようにはなってるんで、まあ、長物はいけるかな、うん、ただやっぱりここがというわけでこんな感じになってる。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方がおなじみ4リッター V8 ツインターボ、はい、AMG なんでワンマンワンエンジンということで組んだ方の3入りでこちらでございます。でエンジン単体の方は馬力639馬力トルフクの方が900ニュートン、うん、まあ、これだけでもまあ十分そうですね、もう十分すぎるぐらいなんですけども、これにモーターが組み合わさってて、そっちの方の馬力が204馬力、トルクの方が320ニュートン、これ2段ギアになっているそうです。でちなみにマックスの204馬力出すのは熱が発生しちゃうんでマックス10秒ぐらいらしいです。ただ95馬力に関してはもういかなる条件でも確保してるらしいです。そうね、いわゆるこう熱だれしないで常にこう出せるんですよね。そして、これ全部合計するとなんと843馬力、800馬力級ってまあスーパーカーですよね。そうですね。でもっと驚きなのがなんとトルクの方がマックス1470ニュートンということで、僕は体験したことないです1400ニュートンオーバーは海外でいろいろ乗ってきたりもないですね。そうだよね、はい、でこれエンジン見た目全然変わらないなと思ったら、やっぱり結局後ろにハイブリッドのシステムが丸ごと乗ってるみたいなんで、うん、この辺がエンジンの様子が変わらない点かなと。であとは4353に使ってる ISG、 これを使わなかった理由としてはなんかやっぱり出力上限が決まっちゃうらしいですね、うん、どうしても間に入るユニットなんで。なんでその代わりに、RSG って言ってベルトドライブの、スタータージェネレーターが付いてるということで、はい、クランキングのトランカもなく発進だったりができるようになってると、うん、
そして先ほど触れたそのハイブリッドの冷却システム、これがイギリスのブリッツワークスって言って、なんかメルセデスの F1 このパワーユニットのなんか開発元だか、うん、そうみたいですね、みたいですけど、はい、そこが開発した冷却システムらしいです、うん、それが当然 F1 由来の冷却システムらしいですよ、うん、なのでその95馬力は常に出せるっていう、そうです、はい、ことですよね。というわけでこれ PHV ってジャンルになるんですけども、うん、普通 PHV ってハイブリッド、通常のハイブリッドよりかももうバッテリーの比率がちょっと大きい車になってくると思うんですけど、この e パフォーマンスに関してはなんと出力的には 6.1kW、 いわゆる巡航距離が長いタイプのハイブリッドで言ったらかなり出力は小さいらしいです、うん、なので EV の走行距離もわずか 12km ということで、そうですね、はい、だからちなみにいろんなレビューにはわずかって書いてなかったです、うん、12km もって書いてありました、はい、ただこの辺があるんで、まあ、パフォーマンス最優先で組み立てられてる、うん、ただあとは12キロ、やっぱり距離的にはかなり短いんですけど、例えば自宅出るときとか戻ってくるときなんかに結局 EV で、まあ、静かにこう出てって、うん、まあ、その先でパフォーマンス発揮できる。でやっぱり帰ってくるときも爆音で帰ってくるとやっぱりその生活環境迷惑かかる可能性もあるじゃないですか。なのでその辺がうまく使える、まあ、現在の最適解なのかなと。でこの気になる走りに関してはこの後乗ってみたいと思います、はい、続いて10日類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、行きましょう。つけばさん、あのスタート前に大変申し訳ないんですが、うん、あ、一応かかった、うん、かかったりかかんなかったりするんですね。その多分バッテリーの状況だったりすると思うんですけど、うん、あれかかってないや。これなんですよね。スポーツとかスポーツプラスにするとエンジンかかる。そうね、はい、コンフォートにするともう音がしない。そうね、はい、そこはちょっとエモーショナルなところとしては、うん、はい、そして行きます、はい、はい、でこちらの車 4WS ついてるということなんですけど、あのさすがに車がバカでかいんで、うん、5m 超えてるんで、うん、あんまり取り回しがいいとは思わなかったです、うん、ちょっと駐車場でも動かしましたけど、だからまあ必要に迫られてついた 4WS かなっていう感じがします。ただやっぱりコーナリングとか、まあ、その辺パフォーマンスの方を重点を置いてるんじゃないかなと。そしてやっぱり音は、ちょっと年々静かになってってるなっていうのを感じます、うん、そうですね、ここ嘘でもいいんで、あのマフラーマークにしてほしかったですノイズマークになってるという、うん、だちょっと作られてる感すごいしますよね音、うん、だと外の音に関してもかなり静かになっちゃったなっていう。ただそのサウンドと引き換えにパフォーマンスは手に入れてますから、そこに期待かなと。参ります。あー、どうだろうな、ちょっとそういう先入観で乗ってるからかもしれないですけど、どっしり感がアップしてる気がします。特になんか前が重たいっていうより車全体がなんかすごくこうどっしりした感じがする、他の63よりかも。でも全然乗りづらさはないですね。今はコンフォート、はい、コンフォートです、はいはい、ただやっぱりタイヤもあのタイヤですし、まあ、車のキャラクター的にももうちょっとスポーツ通り過ぎてるような車なんで、ちょっとタイヤのゴツゴツ感だったりだとか、コンフォートにしてても乗り心地の悪さまでいかないですけど、しっかり感はだいぶ感じるっす。
だからスポーツカーですね本当に。そうだね、はあ、あとは、Eパフォーマンス左ハンドルしかないということで、はい、はい、漏れなく左ハンドルと。なるほど。ちょっと質感に関してはちょっとここが気になります。この全体を押すタイプの、うん、はい、最近みんなこれですよね。そうだね、1個ずつの物理キーの方が良かったなって思います。ただまあタッチパネルになってるのとかはまあ使いやすいかなと、うん、で視認性も悪くないです。ただ情報量がもう多すぎてもう分かんないですねバッテリーマーク追加されてなんかカメのマークとか出てきたんですよ、うん、ちょっと説明書一回読ませてもらっていいですか。そうですね、本当に、はい、まあそうね、ただまあ使い切ることもないんだろうけどね今。ただこれだけフロントガラスで寝てても視認性いいし、うんうん、まあ、後ろのウィンドウに関してはやっぱりちょっとかなり、うん、はい、狭いですけど、まあ後続車なんかも、まあ、スーパーカーほどじゃないんで本当にそのセダンとスポーツカーのギリギリのところが両立されてるかなと。はい、とっととスポーツプラス1位ですか。はい、はい、じゃあここで U ターンしまして、ちょっと片輪だけ、ね、ああでも割とここまで効きますね、いっぱいまで切れば。はい、いいですか。はい、そんなにめちゃくちゃ速くないですよで踏み込むと63感すごいですね、うん、いや1400ニュートンって言われてたんでもっと想像してたんですけど全然あのいける。あ、そのくらい出足めっちゃいい、出足めっちゃいい。そうなんだよね、はい、出足がいいのよね。これすごいな今一発の加速に関してはそんなに 63S とすごいかけ離れてる感じはしなかったですけど、ただこの踏んだ直後の車に前に出る感じは全然違うっすね。圧倒的に速い、すごい。なるほど、ちょっとあの数字盛りすぎな気がしますでも書いてあったんですけど1110ニュートンかな、あ違う違う違う、1010ニュートンから1400ニュートンということなんで、うん、まあフルにこう常に出てるわけじゃないみたいな。条件が整ったそうですね。なんでまあ当然一般行動だとそんなに1400ニュートンも発揮できるところが、だから今踏んだのも多分そこまで出てないと思うんですけど、なるほどこういう感じですね。とてつもなく速いのは間違いないですよ、うん、だ本当にあれじゃないですか、なんかもう新幹線より早く新東名走りたい人ダメですよ、ダメですけど、そういう人向けなのかなっていう。であとは、まあ、サーキット行く車じゃないと思うんですけど、まあ、そこに通用するぐらいのポテンシャルがあって、まあ、大人用に乗れるもうスポーツカーとの中間が欲しい人、うんうん、それをこうオールインクルーシブと呼ぶのか中途半端と呼ぶのか。そうですね、うん、わでかいとちょっと U ターン大変だなはい、参ります。ああやっぱハンドルからある程度のとこ以上切るとやっぱり 4WS が効いてすごい困りきますね。いいっすか。ああ早い早い早い、全然早い、普通の63より全然早い踏んだ瞬間が違うよね。そうっすね、ちょブラバスのあの800馬力思い出しました。あれ1000ニュートンなんですよ確か。速い、全然速い。なんだろう、さっき一発目踏んだ時そんなに感じなかったんだよな。これだいぶ速いっすねだって車がどっしりしてるんで、うん、なんだろうな、飛んでくような速さじゃなくて、うん、本当になんかもう力ずくでこう車を前に出してる感じで、フラフラしない、本当に力強くなんか地面蹴っ飛ばして前に進んでる感じですね。本当にわずかな試乗でしたけれども。そうですね、はい、あとはオーナーになった方に、はい、しばいていただいて。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけども、はい、とんでもない車だったっすね。そうですね、まあ見たらそんなでもないけどね、乗るとやっぱすごいですね、はい、なんかもう見た感じだとなんか4人乗れるちょっとスポーティーなセダンかなと思いきや、うん、
お中身はただの普通のスポーツカー、ただのどころかとんでもないスポーツカー、はい、だからニーズで言ったらめちゃくちゃニッチな、うん、はい、ニーズなのかなと思うんですけど、これハマる方には、まあ、これ以上の車って多分ないんじゃないかな、なかなかないですよね。というわけで今回はメルセデス AMG GT63S e パフォーマンスをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。